それでは本日は測量士の問題、令和元年午前28番河川測量についての問題をしたいと思います。いよいよ令和元年も最後の問題になりました。そして令和4年の測量士に関しての試験もいよいよ明日に迫りました。ぜひ少しでも覚えて、河川測量毎回出ますからね、一番最後の問題です出ますので少しでも足しになればいいかなと思って解いていきましょう。ぜひ覚えてください。ではやっていきます。河川測量に関してはこのような作業工程がありました。距離表、水準基表、縦断横断、深線で、私としてはもうこの海浜測量を覚えておけばいいのかなというふうに思ってます。で、それぞれ細かく、ね、問題を振り返っていきましょう。で、まず距離表です。距離表に関しては3級基準点放射法 200m 間隔、これをね頭に入れておくというのが重要でした。で、水準基表と言われたらもう必ず2級水準測量なんでね。2級っていうのは水準、作業規定の中に出てくるのは2級水準測量、2級と言われるのは私が考える、私が見たところ水準基表だけじゃないかなと思います。だから2級と言ったら水準基表だというふうに覚えておけばいいのかもしれません。で、これ基準点になりますので点の木の作成も行っていくということになります。これが水位表の近くの5キロから20キロの間隔でありますよということになります。こちらは 200m 間隔、こっちは5キロから20キロの水位表の近く、その間であるというふうに覚えておきましょう。で、そして4番目5番目はこれ縦断横断になりますが、縦断測量、横断測量に関しても両方とも左右両岸の距離表を、元にそこを測量していくということになっています。両岸ですね、片方ではありませんね。今回この問題出てましたが両岸の距離表を測っていくということになります。で、縦断測量は山地3級、違う、平地3級、山地4級ですね。平地3級、山地4級の水準測量で行うということになります。ここら辺も覚えておくのは重要かなというふうに思います。そして、これ、縦断レンズデータファイルというのを作成しますが、縮尺を覚えておくのは重要かな。縦断方向の測量といえば、河川に沿っての測量になっていきますので、かなり長い距離になりますね。かなり長い距離になるので、ここですね、横軸は1000分の1から10万分の1の範囲でやっていくということになります。縮尺がね、1000分の1から10万分の1です。で、なお、縦の縮尺、縦はそんなに高低差があるわけではないので、縦の方は100分の1から200分の1の縮尺サイズで書いていくよということになります。で、そして、横断レンズデータファイル。ね、横断測量では横断レンズデータファイルを作成します。その横断レンズデータファイルになると、今度は縦方向は一緒なんだね、さっきとね。100分の1、200分の1になります。縦方向はそのようになります。そんな高低差があるわけじゃないからね。ところが、横方向だね。横軸になると、100分の1から1000分の1の範囲で横断レンズは出来上がります。なぜかって言ったら、まあ、考えればわかるね。河川の方向はかなり長いよね。だけど、河川を横断する方向はそんな長くないので、100分の1から1000分の1で済むということになります。なので、この違いは覚えとった方がいいもんね。横軸ね。で、そして、6番目、深線測量。これは横断測量の中の一つだね。水部分の測量が深線測量になるね。陸部分はそのまま横断測量だけどね。水部分の深線測量。深線測量は何をするかというと、音響促進器というのを使います。これ大体1メートル以上だね。1メートル以上の深さになってくると、音響促進器というので、2回測定したうちの平均値を採用するということになってます。で、もし浅い部分であったら、これでいいんだね。レッドあるいはロッドでいいんだね。レッドロッド、まあ、棒みたいなものだったり、釣り糸に重りをつけてっていうような感じ。まあ、浅い部分であればそれでいいよということになります。なお、これと、ね、深線測量で覚えててほしいのは、こういうものを深さを測る方法と、あとはその深さを測る位置だね。ね、促進位置って言われたりするね。船の位置だね。船から測る船の位置。船の位置が岸から何メートルというのがあったりしますが、それがワイヤーロープでトータルステーションで測るという方法と、あと GNSS 測量ね。船の位置ね。
その1もちゃんと頭に、促進1というのがありますので、促進1と深さを測るものはごっちゃにならないように、そこは注意しておきましょう。で、そして、のり線測量というのがあって、で、そして海浜測量及び定線測量というのがあります。で、この海浜測量というのが、前浜と後浜の範囲。で、それを表したものが、等高等深線図データファイルというのが出来上がります。これが海浜測量になります。このような図が出来上がるものが海浜測量です。じゃあ、定線測量は何かというと、定線測量というのは、特に、チェックしますが、定線図データファイルというのを作ります。で、これ、最低水面と海浜との交線を定線というらしいです。で、最低水面と、海浜、海浜ね、の交線、交わった部分ね、を、定線というらしいです。この最低水面というのは何かというと、海上保安庁が出しているものを参考にすると。水面の高さ、最低水面の高さ、海上保安庁が出しているもの。で、それを参考にするということになるみたいです。これで河川測量。まあ、河川測量大体なんだよね。覚えててほしいかな。まあ、基礎基本なので、河川測量落としたくない問題だね。河川測量必ず毎年1問は出ますので、覚えることもそんなに多くはないというふうに思いますので、しっかりと読んで単純ミスがないようにしてもらえればいいかなというふうに思います。いよいよ明日に迫ってまいりました。令和4年、測量士試験。何年かチャレンジしている人もいると思いますが、ぜひね、合格に向けて頑張ってほしいなというふうに思います。なお、午後の問題に関しては、ほとんど私アップしてませんが、午後の問題、まず最初の、測量法ですね。測量法もここ何年かのものをまとめて、いればなんとかできるんではないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひ測量法の方ね、まず最初の入り口なので書き込める状態にしておくというのも重要かなというふうに思います。以上で説明を終わります。頑張ってください。